かならこの気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ああ、なんだてめえは。俺に用があるってんなら俺を倒してからいいな。なんて強さだ。すみませんでした。なんでもさせていただきますので、はい、たっぷりこき使ってください。時間食っちまった。よし、こっちはいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユウタ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもションベンも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいんです。ハルトは、ハルトは俺の子なんです。だから
俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早よ乗れやこのバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。わかりました、どうも。本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけええんじゃ。あのけど、おやさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうね、高平。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いねえ。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は石見常雄だろう。親分、俺にはまだよくわからねえことがあります。なんだい。この尾道と西洋会とのつながりです。ん？ユータはガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋会と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクルス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃん。会長はともかく老はそこまで年いとらんじゃろ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は牢に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヘイハイツの日興ビジネスだよ。え？ヘイハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。牢はその子たちを尾道に日興させてよ、クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ、ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも。そがーなこと初耳ですわ。へっ、お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配つの件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか。うん、ああ、常雄もローと話す機会があったろうな。そうか、それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが兄貴。うん、ほれ、アジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那伟大的土地生长着不能被人知道的秘密，
なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わし、それ少し心当たりありますわ。なんなら、クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺実すか。大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよた言いよって、どうせ踊れの話はまたどっかの差しネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といいのは船で待たせてもらうよ。ええ、もちろんです。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ確かめたいことがあってね。まあ結果がこのざまだけどよ。坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。キリの兄貴。ああ、お前ら行くぞ。Yeah!
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、キリュウさん。お前、半純期ですが、今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。採用界の老を殺すようにもね。なんだと？ユウタ君なら父親である老を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には老の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいったとき、あの老が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユータに老を殺させるために。ハルト、期限は3日。ユータ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか？まだ言葉も喋れない。一人で立つことさえできねえ赤ん坊、お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った？男として美しくありたいとか抜かしてなかったか？くったらねえ真似する前に俺と蹴りをつける。半純期、こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だった逃げずに受けろ。聞いてんのか？わかりました。キリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。
お待ちしています。キリュウの兄貴、どうなったです？今の電話、反順義からすよね。聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されない。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん、ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。Thank you.
ハルト、おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、キリュウさん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見恒雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見恒雄でした。東上界と西洋界の構想を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。何だと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと潮らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし裕太君を刺客として牢へ放つまでは赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。
そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば、達川は彼女たちを岩見恒夫の元で監禁できたでしょう。しかし、だからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして、뭐 하고 있는 거야? 뭐 시 아노 토키彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらが遥を。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純喜、お前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか？いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジンゴン派の最後の花火だ。
味だ。うまい、いい味だ。待たせ悪かったな、ハルト。キリュウさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおもローもその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が